アナウンサーがいます。松坂さん、はい、こちらにはいよいよ決勝戦に挑みます4名の選手の方々がいらっしゃいます。まずは伊藤選手、この残ったメンバーを見ていかがですか？素晴らしいメンバーだと思います。楽しみな戦いになりそうですね。続いて笠井選手、今のお気持ちはいかがですか？最高です。はい、いいですね。いいジャンプができそうですか？そうですね、140は超えたいと思ってます。140メートル。笠井選手は140メートルとおっしゃっていますが、栃本選手何メートルくらい飛びたいでしょうか？150メートル超えます。おお、とっても楽しみですね。そして岡部選手、決勝への意気込みをお願いいたします。そうですね、みんな他の3人はワールドカップメンバーなので負けないように頑張ります。ありがとうございます。さあ、賞金100万円をかけていよいよファイナル一本勝負です。さあ、いよいよ男子ファイナルです。4人のメンバー、まあワールドカップメンバー対絶好調の岡部。そうですね、力のある4人がですね、はい、残りましたよね、どこまで距離を伸ばすか楽しみですね。全く想像ができません。楽しみなファイナルです。ファイナルはセミファイナルのポイントの低い順に飛んできます。まずは伊藤大輝。さあ、もう対戦じゃないですからね、自分のジャンプに集中して思い切り飛んでほしいですね。これまでのジャンプは全く関係ありません、はい、さあどこまで伸ばしてくるか伊藤。 120m は超えてきた。そして着地も決まった。さあ、ただファイナルということを考えますと、そうですね、一番最初に飛ぶ大輝くんですからね、他の後半の選手にプレッシャーをかけるためには、はい、まあ、K 点超え 124m、まあ、十分だと思うんですよね。 124m、 これを見て他の3人がどう思っているか、はい、伊藤大輝 124m を飛びました。さあ、そして続く選手は笠井紀明。そうですね、もう先ほどのインタビューでもう140超えるというふうに言ってましたからね、さあ、なんとしてもここは、はい、ジャンプの内容 の, そのレベルが高い証拠ですよ ね、でもね、ワールドカップ通算15勝の力をここで見せつけるか笠井紀明。高い高い。そして着地まで決めた。そうですね、着地をやはり見事に決めてきますね。素晴らしいジャンプを見せつけました。笠井133m。もう最後はポイント勝負ですからね、テレマークをきっちり決めないとというふうに思ってたと思いますね。非常にスムーズに飛び出しましたね、一番いいジャンプだったかもしれませんね、はい、距離もそして着地も決まって、この時点で伊藤を大きく上回ってトップに立ちました。笠井紀明です。非常に何かもう飛ぶたび飛ぶたびね、距離を伸ばしてきますから、そうですね、笠井君のその力がね、底力が感じられますね。さあ、この非常に完成度の高いジャンプに対して、この後が19歳の栃本。はい、笠井選手のやっぱりね、これはプレッシャーになりますよね。そうですね、はい、130メーターはとにかく、まあ、自分らしくね、大胆に。さあ、その持ち前のでしょうか、大胆さでここまで伸ばしてくる。これも伸ばしてきたぞ、これも伸ばしてきたが、本人は不満そう。本人としてはもうこれは火災には及ばなかったかなという、ったかというですね、はい、さあ、127m、はい、まあ、素晴らしいジャンプなんですが、はい、ここまで来るのにね、本数を重ねてますからね、徐々にちょっとタイミングがずれてくるんですね、やっぱりね、ここで笠井を上回ることはできません。笠井が依然としてトップです。さあ、残るはあと1人、はい、38歳、楽しみですね。K 点越えを連発している岡部君ですからね、はい、笠井君の飛距離をどう超えるんでしょうか、はい、それとも、はい、ワールドカップメンバーをこの直接対決で倒したい岡部孝信。6勝目に向けてどこまで伸ばした、すごい。そして右手、そして両手を高々と突き上げた岡部孝信、 135.5m。 笠井をこの時点で上回って岡部HBC カップ3度目の優勝を決めました。いや、本当に晴れやかな表情を見せています岡部。
あの笠井君同様ですね、はい、岡部君もあの今日一番のジャンプをね、そうですね、出すところはやはりこのなんて言うんでしょう、笠井と岡部君のベテラン、あの試合運びですね、はい、そこまでこう読んだジャンプですよね、今のジャンプです、はい、まあ、前の3人のジャンプも良かったんですが、それをさらに、はい、力まずですね、非常にこの上半身をうまく使って飛び出しましたよね、空中フォームに入るのが非常にスムーズでした。そうですね、空中の姿勢も本当にあの力は入っていない。そうなんですね、力が入るとここで少しタイミングが崩れるとですね、ここのスタイルがフライトのフォームがですね、はい、少し崩れるんですけども、今はもう完璧でしたね。そうですね、はい、岡部 HBC カップ3度目、そしてこのトーナメント形式になってからは初めての優勝を見抑えて、岡部が今季これで7戦6勝、原田さん、これはもう世界に行っても相当上位に行くと見てもいいですかね。いや本当ですね、もう今のジャンプも手がつけられませんね、はい、解説は雪印乳業ジャンプチームコーチの原田雅彦さんでした。原田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。